YouTube あの今緊急で動画回してるんですけどすごい悲しいことが起きましたええブエあの今 YouTube 見ててなんかあの YouTube 見てたんですけどなんかサグサグっていうねあの僕の同期がいるんですよ。 医学部の同期で、まあ、他の動画でも話したんですけど東大医学部生で,であの今4年生同期で一流してて、まあ、プリンストン大学っていう大学に留学してて帰ってきて今同期になってて、まあ、めっちゃ変なやつなんですけどあの「サグサグ」のね切り抜きチャンネルっていうのが出てき出て,出てて、まあ、トマホークの動画出たりして、まあ、YouTube 始めたんですよサグサグが。で、まあ、結構生配信とかしてて。 まあ、全部は見てないですけど、僕もたまに見てたりとかして。で、なんか切り抜きチャンネルができててね、YouTube の。こんな動画が出てきまして。ベテランチ、大学で陰口を言われる、陰出だよね。で、サグサグなアカウントってチャンネル登録者1000人ぐらいしかいないですし、まあ、配信もわざわざ見てないんで、知らなかったんですけど。<laughs> なんかこんな動画があって <laughs>、で、さっき見たら、なんかほんまに陰口言われてたみたいな。ちょっと見てもらっていいですかこっから、はい、行きます。 好奇心を育む方法はありますか。うん、好奇心か。えー、っと自分自身の好奇心ってことですよね。まあ今思ったのはそのなんか好奇心を削ぐ人と一緒にいないってことですかね。うん、そのあの例えばそのベテランチちベテランちじゃないですかで。ベテランチがなんか初期のその全然登録者がいないけどユーチューバー言ってるみたいな時、そのあの東大医学部の人とかそのあのあいつ あの、ユーチューバーのあの、勉強もできないのにユーチューバーとかやってて人生やばくな、ね、いみたいなことを言って、結構鍵口みたいなのが結構、あの、東大医学部の中であったんですよ。おい、どういうことや <laughs> えー、えー、えーえー、なんでそんなこと言うの <laughs> う誰やこれ言ったやつ。ちょっと、怒ってます。もう、特定する。 ちょ誰か、ちょっとこれ言ったやつ知ってる人おったらちょっと DM くれこれ誰か特定するから。ベテランチ、勉強もできないのに YouTube なんかやってて人生やばくね。<laughs> ほんま恥ずかしい陰口。なんか、あいつの YouTube 全然思んないとか、あいつ大学生で勉強もしてないくせにやっててなんか腹立つとか。 チャラチャラ遊んでて、なんか気に食わへんやったらわかるけど。人生やばくねなんでお前に心配されなあかんねなんやねんお前のその人生やばくねって。お前が順調すぎんねん多分。知らんけど誰か。お前ストレートでなんかエリート高校から東大学部入ってそのままストレートでご立派な人生歩まれるんでしょうけど、あなた立派すぎなんです。あなたが世の中でから見たら、 ごく一部の、おかしな、おかしなっていうか偉いんやけど。で、そのまその、まあ、俺が、不真面目に見えるんかもしれへんけど、その、俺がやりたくてやってるわけやん。で、それが別に、ま、やばかったとしても、それを俺が選んで、俺が生きたい人生を生きてるから、それを馬鹿にすんのってちゃんちゃらおかしいというか、で、お前、が、 その自分が生きたい人生生きれてないからそんなこと言うようになるんちゃうって俺は思ってそのだって自分はさ東大学部入って頑張ってその人生送っていくのがまあ自分にとって幸せやからやってるんやろで俺は俺も同じように東大学部目指してリサ受かってでも今は俺にとって自分のやりたいことがまあ勉強ももちろんあんねんけど YouTube もやりたくてそれどっちもやってるっていうだけやえなんでそれをその人生やばくねんみたいな なんか心配。なんか、それって自分自身が頑張って勉強して、早く医者になって、仕事して、レールの上をちゃんと歩んでいかないと、人生自分がやばいかもしれへんって思ったり、誰かにそう教わったりして、そう思い込んで無理して勉強してるから、そう思うんちゃうっていう。ほんまに、いやまあ、勝手な想像しては申し訳ないですけど、ほんまになって自分が勉強したくてしてるんやったら別に、 俺にそんな文句言う必要あんのかっていう、ちょっと続き見ますね。これは事実としてあったんですよ、その、あの、まあ、東大医学部もなかなか陰湿なところがあるんでね。それ陰湿やな。そういう鍵打ちとかが流行ってたんですけど。流行ってた。あの、そういうなんか、流行ってたらしい。一人,人じゃないらしい。関わんないっていうのがやっぱ、大事なんじゃないか関わんないのが大事ね。うん。その、のお前やったらしい。ちあの、留年賞食ってるから、何笑っとんねん。<の> <laughs> 僕と違って、<い>そ,のその時の,あの学年の人と友達がいないわけですよね。だから僕と違って、前も今おらんやろ、1>, 1年、留年して。何笑っとんか,んかそういうところもよくわかんなと思いてで。僕もね、今1年間留学して帰ってきたからその、学年に友達全然いないんですよ。それでなんかそ YouTuber ーーとか始めて、その、 と自分、自由にできてるな。お前、自由や一番。誰よりも自由。自身を削ぐようなタイプの人と関わらないっていうのは、やっぱといいンジェル。それだけが俺の味方や。冷静にずっと乗って、人生をやってる人って、なんか。そのウーブから、なんか、その。はみ出ようとする人を、なんかディスるんですよね。<laughs> い <laughs> 聞いた。 ないなっておい、聞け。サグサグも言ってくれてるぞ。レー,ね、レールにずっと乗って人生を歩んでる人って、レールからなんかその、はみ出ようとする人をなんかディ,ん、ね、ディスるんですよね。ディスります。お前のことや。ね、お前なしんどいんやったらお前もうレール外れてええぞ。レール外れてるやつの悪口言わんなあかんぐらい無理してレール走ってるんやったら。 別にやばくないって俺のことヤバいって言ってたらお前世の中のほとんどのやつのことヤバいって思わなあかんようになるでほとんどって言ったらちょっと言い過ぎやけどいっぱいおるでそんなん高卒もいっぱいおるし世の中フリーターもニートもいっぱいおるし寝たきりの人もいっぱいおるしお前そういうやつのこと見てヤバいなっていちいち思ってんのやったらほんまにもうやめとけ恥ずかしいからほんまに直しや。 ほんまにその人見下す癖ついたらあかんよほんまにしかもそれがその大学生にもなって成績が悪いのに YouTube をやってるみたいなその中学生ちゃうねんからそのあいつ学校のテストの成績悪いのになんか原爆やっててバカだよなみたいなそのせめてさお前の中にある価値観でさこんなことやっててもよくないからダサいとかやめた方がいいとか嫌いとかやったらわかるけど 点数が悪いのにっていう、まずそのなんか他人に与えられた基準ね。で、しかも人生がやばいっていう、そのなんか、なんていうの社会通念というか、その、人の目を気にした世間体みたいなその判断基準。人生やばくね恥ずかしい。ひょい。ねえ。あの、まあ、YouTube の話で言えば、その、あの、あの YouTube とか、 オワコンじゃねみたいなそういうことを言う人を周りに持たないそういう感じであのその好奇心をそぐ人と関わんないっていうのがあの自分自身について言えば好奇心を育む方法サグサグありがとうほんまにこんなやつと仲良くしてなくてよかったほんまになんでなんでそんなこと言わないとあかんねやろうなそいつってだってどうでもよくないか俺が。 YouTube やって成績悪くて人生やばかったりやばかったで。な。楽しいよ、でも。楽しく生きた方がいいよ。マジで。その。楽しないんやろうけど。その。だから俺が頑張ってないように見えるのが人生やばいなって思うんやろうけど、別にしんどい思いして頑張らないと生きていけへんのが人生じゃないからね。まあ、もちろんその人それぞれの。 立場とか環境があるから、一概には言えへんけど。自分の与えられた環境で自分なりに楽しんで生きてく権利誰にでもあるから別に。無理して頑張らないと人生がやばいっていうことはないです。だからあなたも、あなたのね、東大学部ライフを、あなたのやりたいように生きたらいいんです。そんなん言わな頑張られへんのやったら、あなたももう頑張らなくていい一緒に YouTube やろう。ううん。俺と一緒に YouTube やらへんか。 な。しんどいんやろ、勉強すんのが。な。お前にはお前の権利で人生を楽しむ自由があるからな。それだけは俺からお前に言いたいのは。うん。あんまり他の人のこと馬鹿にせず、自分の人生を生きるように。じゃあな。